戸谷ニ半衛は18世紀から19世紀の本庄塾の日田町に店を構え、代々戸谷ニ半衛を襲名していた豪商であり、宿役人。店の名の中屋にちなんで中屋半衛とも呼ばれた。中半の略称でも親しまれている。中仙道で最大の宿場である本庄塾の豪商として全国的に名の知れた商人であった。本店は本庄塾の 中屋であるが、江戸室町に支店である、島屋を持ち、代々京都の方の商人とも付き合っていたため、その人脈は、かなり広く、才能にも、度胸にも優れていた。中屋は太者、太物、小間物、荒物などを商った。戸谷家は、経済面の救済だけでなく、文化面でも影響力が強い一族であり、関東一の交渉ともされる。大名への貸金も多額であった。 しかし、その返済は滞り、未回収金は数万両に及び、このため、安政5年頃より、幕府への御用金納入に支障をきたし、明治分脇を取り上げられ、さらに家財決書等の処分を受けるが、明治期には回復した。通称を、戸谷三江門といい、元禄十六年に五代目、戸谷伝江門の次男として生まれる。 彼については18世紀末から19世紀の随筆、耳袋にも記されており、その豪傑ぶりと知名度の高さが伺える。ただし、耳袋は噂をもとに記述されているためか、トタニを取りと記述しているなど、明らかなご表記が目立つ。耳袋の記述によれば、三江門はもともと通り油町の中屋という、五福店に、デ地から勤め、 表台にまで上り詰めた人物とされ、その後、成功して、御服や、その他書品を商ったとされる。多くの活動が認められ、公での名字竹脇を許されていた。中谷ののれん印であるチュームは三江門が考えた、もので、中は、仮名の中屋を意味し、こう書くことによって、白身という字になる。印の意味を尋ねられた三江門は、白身はよく増えて絶えないからと答えたという。 昭和公明録の中で、中屋ののれん院を確認することができる。明和八年に久保橋、安永二年には、幕浪橋を慈悲で石橋に掛け替え、天明元年には、神奈川に土橋を掛け、馬船を置きむちん渡しとした。天明三年の貴金時には麦百俵を、また、浅間山噴火による諸物価高騰の際には、貧窮者救済金を拠出する等の既得行為により、 名字を子孫まで許される。天命7年に85歳にして没する。耳袋や新編武蔵風土気候では三りではなく三江門の通称で記述されているが隠居後も活躍し続けたことで三江門の名の方が世間では有名となったためである。耳袋では中屋三江門の名で記載されている。自に記述された逸話としてある店で当主が亡くなり、 子供が店主として継いだため、潰れかけた店があったが、三衛門が基地を働かせ、建て直させた話がある。京商人の気質を利用し、いいくるめ、大量の品物を安値で仕入れ、売りさばかせたというもので、難癖をつけて騙して値切ったという点で、現代では違法行為であるが、語りとしては、騙したことより、地方都市の商人が、京商人をいいくるめた大胆さと、 豪傑さが強調された語りとなっている。遠京三年に三江門の三男として生まれたが、兄弟は若くして没していったことで、二代目を継ぐこととなる。ついでからわずか三年目にして没し、父である三森が健在であったことからも業績はよく知られていない。妻の常は、内大左衛門の娘で徘徊をたしなんだとされる。戸谷半米工事蔵通称を、戸谷宗カラスといい。 幼名を繁治郎。二歳の頃に父が没したため、祖父と岐阜の貢献により家業進行に没頭し、若いながらも中屋の流星期を築く。岐阜の助力によって詳細を磨かれたとされる。十代半ばより徘徊の才能を発揮し、高くアランサラや徳コヨダ朝水に指示した。配合をベニタデアンソーカラスと称した。死の一人であったトコヨ長水は、 その縁から後に総カラスが建てた小沢に招かれ、八年間にわたり、本庄塾に滞在することとなり、中央廃団が本庄塾を根拠地にして活動した。そのため、本庄塾では商人にして、廃人といった人物が増えた。彼も、祖父と同様に公での苗字立て脇を許された。また、新人深く、京都の知社院員の境内に石畳を、 江戸の神福寺には、常野党を寄進している。彼の代で、江戸に、出展二軒、家屋敷は、江戸に二十二箇所、京都に三箇所を所有。関八州、持丸長者副機関、諸国大副長などに名を連ねる豪商となる。その財は、立花右近証言、松ライ図も守る、鍋島木上などへの大名菓子だけでも十五万、数千両に及ぶ。年に、 道の区、日立、下佐の村々へ、小児養育費として五十両、文化三年には工芸融通金千両、文化十三年に、足尾銅山が、不況に陥った際には、森田方からと共に千両を上納し、困窮者の救済にあたり、足尾銅山復帰所世話役に任命された。このほか文政四年には、岩花大館所支配村々の干抜救援金百両を、拠出。 また、基金を献金して、天馬運営の資金に充て、神長アムチンワタも継続。数々の事前事業をし、名字立て脇を許された。戸谷半兵家は、代々合唱にして、事前家でもあり、三衛門は、天命の大基金の時に、土蔵の建設を行い、手間賃と米を給した。現在、その土蔵は、本城の千代田一丁目四番地に残され、この土蔵を、 天命の貴金像という。また、総カラスは、旅人の安全のため、神奈川の私に高さ3メートルもする豪華な、常夜灯を寄進した。この常夜灯は、経済永遠選作の、祖父の駅本城宿人流川旅場にも描かれている。さらに、戸谷半兵家は、まだ少年であった、本因坊竹輪をでっちとして住まわせていたが、その後の才能を見抜き、 視点である島屋の方へ赴任させ、才能を開花させる計らいもしている。ありがとうございます。